ってばよ。遅いぜナルト、もう来ねえかと思ったぜ。久しぶりねナルト。今日はこの子たちに協力してくれるらしいじゃない。おう、泥船に乗った気分でいてくれよ。ナルト君、それを言うなら大船じゃないかな。え、そうだっけ。まあいいや、とにかく任せとけってばよ。中身は相変わらずのようね。さ、挨拶はこれくらいにして、そろそろ任務の説明をするわよ。今回の任務は国宝の壺を砂隠れまで運ぶ輸送任務よ。輸送任務？なんかぬるそうな任務だってばよ。いや、そう言い切ることはできない。なぜなら我々が運ぶのは国宝だ。それを狙った盗賊の出現は容易に想像できるからだ。盗賊ね。そこで班を盗賊討伐班と壺輸送班の2つに分けるわよ。盗賊討伐班が先行してできるだけ盗賊を殲滅、その後壺輸送班が残った盗賊を回避しつつ、引き渡し場所の風の砂漠まで壺を運ぶ。いい？俺たちは盗賊討伐を引き受けるぜ。ナルト、お前は後から壺運んできな。分かったってばよ。それじゃあ私たちは先に行くね。おう、しっかり敵を倒しておいてくれよ。さーて、俺も風の砂漠に向かうってばよ。なんとか目的地に到着。ご苦労様。壺はちゃんと持ってきてる？へへ、バッチリ。そりゃそうだ。俺たちが盗賊を倒してやったんだぜ。失敗するわけがねえよな。とにかく無事でよかった。あとは任せておいてくれ。これで任務終了か。よかった。それじゃ木の葉に戻るわよ。了解。今日はこれで解散ね。みんなしっかりと休息を取りなさい。さてと、俺ってば次はどこに行こっかな。ああナルト、あんたにこれ渡しておくわ。任務を手伝ってくれたお礼よ。お、サンキュー、紅先生。あ、あの、ナルト君、
今日は手伝ってくれて、その、ありがとう。ま、お前も少しは成長してるみてえだな。安心したぜ。お前に言われると妙な気分だってばよ。すまない、あれでも牙は礼を言っているつもりだ。そうじゃねえよ。でもお前またリーダーっぽいセリフを。それじゃあね、ナルト君。おお、またな。あいつらってば、全く変わってなかったな。さてと、まだ暇になっちまったな。つなでのばあちゃんに任務の催促でもしよっかな。砂隠れのことを聞いたぜ。無事に解決したらしいじゃねえか。ああ、無事ってわけでもねえけどさ。ま、とにかく任務は終わったんだろう。羨ましいもんだ。なんで？今回の中任試験、俺が係官になってっから、いろいろと雑務が多くてめんどくせんだ。頑張ってくれってばよ。たく、他人事だな。おい、捕まる。あ、うん、あれ、ナルト、久しぶりだな、長次。ってわけで、俺ってばついさっき里に帰ってきたところだ。ほう、ナルトも大変だったんだね。相変わらず食ってばかりだな。お前昔よりデブな。何者なの、あいつ。ああいう手合いを捕まえて尋問部隊に引き渡す。援護する。行け、ナルト。お、忍法鳥獣戯画。勝負あり。
けるぜ。なんだってばよ、こいつ。力、弱いな、君。誰だ、てめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。長次、やっぱりここだったのね。え？アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、いいの。なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつって、あれナルトじゃない。あ、いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト、お膝。もういいよ、長次。この空気がめんどくせえ。そんなやつがね。あんた、その人になんか恨まれることでもしたんじゃないの？いや、あいつってば初めて見る顔だったし。あれ、さくらちゃん、どうかしたの？師匠からの伝言でね、新しい班員を紹介するから屋敷まで来いって。新しい班員って、え、どういうこと？その辺の詳しい話もするからって。とりあえず師匠のとこに来なさい。もう、分かったってばよ。お前、また何かありそうだな。ま、頑張れよ。ばあちゃん、新しい班員って一体どういう。ああ、 てめえはどうも。ん、なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがこんなとこに嫌がんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。何せどれくらい援護してやらなきゃならない弱虫野郎かわからないからね。なんだと。ふん、まあ落ち着きなよ。これでカカシ班が揃ったわけですね。ああ、そして臨時ではあるが、お前にはこの班の隊長をやってもらう。いいな、ヤマト。え、この人が隊長？あのカカシさんの代行とは光栄ですね。さて、お前たち新生カカシ班にやってもらう任務のことだが。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。だが今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。話を戻すぞ。今回お前たちにやってほしい任務は偵察、そして捕獲任務だ。
捕獲任務って。詳しい話は静音。はい。先日の砂隠れでの一件の折、暁のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。さらにそのスパイが近日中に草隠れの天地橋に現れるとの情報もあります。ただこの情報は暁のサソリからのもので確証はないのですが。それでもこの情報を見逃すわけにはいかない。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性がある。サスケの情報は？そこでお前たちには今から天地橋に赴いてもらい、スパイを拘束、そしてここまで連れ帰ってきてもらう。この任務はオロチマルに関係ある以上、少なからず危険がつきまとう。心してかかるように、いいな？はい。さて、綱手様にも言われた通り、僕たちはこれから草隠れの天地橋に向かう。各自準備が整い次第、この葉の門に集合だ。おし！揃ったね。よし、それじゃあカカシ班。何ですか？こいつ誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしてるだけだから。くっくっ、やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろ。ナルト、班には信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こいつは穴埋めとして選ばれただけだ。このやつ、俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ、そこまでだよ。これ以上やるとなると、君以外にももう一人喧嘩に加わりそうだからね。意外、確かに僕たちは急遽結成された即席の班なのかもしれない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけない。目標は4人とも同じだよ。それに君たちはもう新米の忍びとは違うんだ。僕が言わんとすること分かるだろ。はい。はい。さあ、そろそろ行くよ。目的地は草隠れの天地橋だ。
天地橋へ向かうには川の国を通過する必要がある。まずは木の葉の森を抜けて風の国に向かうよ。なんでここに。いや、この感じなんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ。うれー。殺される。
次行くってばよ。とっ任せたぜ。じゃあね。風の国か。いろんなことがあったよな。うん。懐かしむのは今度だよ。今はやることをやってしまおう。そうだな。それじゃ川の国に急ごうぜ。ちょっと待った。その前に砂隠れに行くよ。え？でもさ、天竺って川の国経由で行くんだろ？だったら砂隠れは通過しないんじゃねえの？いや、川の国に行くには砂隠れの許可を取らないといけなくてね。でも俺たちこの前は普通に川の国に入ったけど、あの時は砂隠れが混乱して見張りも暁にやられてたでしょ。あ、そういえば一時期は暁の騒動で里が混乱していたけど、ようやく落ち着いたらしくてね。以前のように川の国近くに見張りを配置して、しっかり国の行き来を管理してるのさ。ふーん。というわけでひとまず砂隠れに向かうよ。了解。